こんにちは、吉田さん。そして速稼塾の皆様、またね、この動画をご覧の皆様、吉田さん、私たちはね、もういろんなテーマで動画を作ってきましたよね。その動画の中で何が当たるか何が当たらないか、これやる前から分かっていることはほとんどないんですよ、皆さん。ただやってみて当たったのを掘り越していくみたいなね、そんなことはあります。最近でしたら、私はその給付金関係のがかなりニーズがあるというかね、皆さん情報を知りたがってるんで、これを繰り返し言って、ネタがない日はコメントをどういうふうに返事をしてるかっていう動画を流してるんですよ。でコメントって読まれたら嬉しいじゃないですか。ですから私は必ずコメントを書いた人のお名前とともに、このねコメントを書いていただいたその返信をトークでね返すようにしております。もしくは文字で返すようにしてるんですけどね、やっぱそうすると自分が関わったものって次が気になるからまた見てしまうってことも起きますんで、まあこれね、中にはね、再生回数目当てですかみたいなことを言われる方もいるんですけども、それに対しての、まあ、あの反論といいますかね、私はこういうふうに考えてますよって動画もやっぱりネタになるんで、アンチの方にも感謝なんですよね。ちなみに再生回数狙いですかっていう方、確かにそうなんですよ。再生回数がいらない YouTube のアップロード者っていないんですね。それが一つ正直に申し上げたことと、再生回数がね、1000、2000変わったところで10円とか20円しか報酬変わらないんで、そういうのを狙いに行ってるわけではないんですよ。やっぱあくまでもね、皆さんが知りたがってるなーっていうニーズに合わせて発信を変えていってるってわけなんですよね。まあですんで、全然鳴かず飛ばずの動画ってパート2とかパート3とか基本的にやりませんのでね、例えば今までどんなことをやってきたかってことなんですけども、昨日ね、私運転免許の更新に行ったんですよ。運転免許の更新って違反者講習が2時間、私の場合はあるんですけども、その 2時間のね運転免許講習って結構ねだるいんですよね。だからほとんどの方がこんな感じですね、もしくはこんな感じです。私もこんな感じで聞こうと思ったんですけど、待てよと思ったんですよ。これコンテンツにしようかなと思ったら、その講義の内容とかね、ビデオを見てる内容でものすごくメモ取ったんですよ。そうするとものすごく気づきがあったんで、もうねYouTube にしたくてしょうがなくなっちゃってね、すごく実のある時間になりましたし、それをアップロードすることによって、これはね、多分ね、ずっと季節柄ではなくてずっと再生されるんですよ。ノートレンドです、これは。だって運転免許の更新って毎日あるわけですからね。じゃあ毎日検索される可能性があって、いつもホットキーワードなんですよ。ということは、運転免許の更新に行ってきたっていう動画っていうのは常に再生される可能性をはらんでいるんで、これは仕込んどいていいかなと思いましたね。で、こういうのが一つでしょ。もう自分のね、一日がそのまま動画になります。で、二つ目なんですけど、私ね、大草原の小さな家っていうドラマを200話以上あったんですけど、あれをね、暇だったんでずっと見たんですよ。それこそね、3ヶ月から6ヶ月ぐらいかけて見たんですけども、これがね、また面白かったんで、全部を総括する動画を感想としてあげたんですよね。そうすると、これの再生数が5万回とか6万回今回ってるはずなんですよ。で、大草原の小さな家で検索すると、多分私の動画っていうのが一番目立つところに出ると思います。あとはオフィシャルです、全部、ですんで、オフィシャルじゃない動画の中で私はナンバーワンなんですよ。だからアクセス集まりまくってるんですよね。これパート2作んないといけないかなと思ってるんですけども、なかなかね、時間がなくてできないんですけどもね。次なんですけど、宇宙戦艦ヤマトの超合金を買いました。これね、予約して3万円ぐらいのものだったんですけども、宇宙戦艦ヤマトの効果音とともに、あとね、声優さんの声とともに、波動発射ビューンみたいなね、すごくね、かっこいいやつで、これ宇宙戦艦ヤマトのファンでも、なかなか手に入るのが難しいっていうね、価格と金額だと思うんですよ。で、これを私買って、開封動画を上げました。これもやっぱりね、再生されてて5000回ぐらいですかね。しかも宇宙戦艦ヤマトってキーワードが、この世の中にある限りこれ再生される可能性があるんですよ。だから楽しいじゃないですか。再生されて迷惑がかかることもないですしね。宇宙戦艦ヤマトに興味がない方はそもそもクリックしないんで、やっぱりこれもね、あの季節がないものとして、まあ20年、30年、50年単位での、まあコンテンツになるかなと思います。要するに、自分が手に入れたこととか、体験したことの感想をやってるだけなんですよね。全部感想です。あとは漫画でも感想になります。私が10代の頃に読んだ、あの、なんですか、少年ジャンプとかね、少年マガジンとか、こういうのあるじゃないですか。その中で、この、エッチな漫画ってたまにあるんですよね、お色気漫画。これを、まあ、当時こっそり読んでいて、単行本とかもドキドキしながら見ていた、そのね、この思い出を今、中古本で買って読んでみたみたいなね。で、当時思い出してみたいな、昭和お色気漫画特集みたいなね、そんな感想もこれね、数千回とか回ってるんですよね。しかもこれ、なんか甘酸っぱいじゃないですか、なんとなく。で、結構面白いんですよね。あと、出会い系サイトの体験とかも最近アップロードしてみたんですけども、これもなかなか、まあ、ホットキーワードで居続けるのかなと思ってます。こういう風な感じで、自分の人生ってそのまんまあのコンテンツになってくるんですよ。で、一人一人が平凡な人生はなくて、みんなね、特別なドラマの主人公なんですよね。ですんで、私は思いますけども、どんな人もどこを切り取ってどこの角度から見るかによって、ものすごくね、あのハリウッド顔負けの、もう真実は小説より奇なりって言いますけども、
ドキドキワクワクするようなストーリーが出来上がるんじゃないかなと思います。まあ、中にはね、悲劇で終わる人生ってのもあったりとか、夢半ばにして挫折ってのもあると思いますけども、むしろ人はそういうところにこそ共感してくれるんじゃないかなと思うんで、そういうのもやっぱりね、人の興味関心を呼ぶものだと思います。で、何よりね、吉田さん、動画に残すってことは私ね、すごくね、これ財産だと思うんですよ。例えば私のおじいちゃんとかひいおじいちゃんがどんな人だったのかって今ではわからないんですよね。写真も白黒のボロいのがあるぐらいだと思うんですよ。その声だってどういう風になってるのか録音すらされていない。でも今どうですかね。私が YouTube に残してきた、まあ万という単位のね、動画、これは私の息子や孫やその先の子孫がおじいちゃんどんな人だったのかなと思った時に、迷わずクリックするだけでこうね、見てくれると。しかも今の時代に一定の影響を与えている動画も何本かあると思うんですよ。で、それを多分ね、年代を越した時に見た時にまたね、別の形で思うものがあるんじゃないかなと思いまして、この情報っていうのはね、人類共通の財産になり得るんですよね。このファラオのスフィンクスのこのピラミッドとかあるじゃないですか。ピラミッドの壁画なんて未だに研究者がいるんですよね。5000年研究してもまだ研究したりないとか、あとは古代マヤ文字とか象形文字とかありますけども、解読難しいんだけども必ず研究者がいるんですよね。その研究者がいろんな解釈を打ち立てて、それで対立してるとかね、共感してるとかっていうのでストーリーになったり、それがまたね、漫画とか小説のストーリーの元になったりとかして、まあ面白いわけですよ。だからね、やっぱり経営者の男性っていうのは歴史が好きな方がいたりね、三国志とかね、項羽とか好きな方とかね、諸葛亮孔明とかからいろいろ学んでいったりとか、孫子の兵法とか未だにね、紐解かれるんじゃないですかね。孫子の兵法なんて確かね、2000年とか2500年前に作られたものなんですけども、未だに孫子の兵法以上の兵法書っていうの出てきてないんですよね。これはね、アメリカ軍だろうがね、なんとか軍だろうが、孫子の兵法以上のものができました、孫子の兵法はいりませんみたいなね、最新版ってのがないんですよ。未だに2000年以上前の兵法が通用しているということなんですよね。だ、そう考えていくと、何がね、人類の財産になるのかわからない以上、私はね、気づいたことを全てアップロードするぐらいでちょうどいいと思うんですよ。まだまだ情報発信者は足りません。情報の受信者に比べて発信者っていうのが相対的に足りないんで、まだまだね、知らないことが多すぎますし、自分の考えと違う考えがあるってことになかなか人は気づきにくいんですよ。自己肯定ばっかりして他者の意見っていうのは批判はしたりとかね、対立したりとかね、論破しようと思うけども、自分と違った考え方に価値を、感じるとかね、自分と違った考え方が面白いと思える人っていうのはまだまだ少ないんですよね。まあ、ですんでね、考えをなるべく柔軟にして、自分の考えがもしかしたら思い込みかもしれないと、思い込むかもしれないから人の考えに興味を持ってみようっていう風な思考でいくと、きっとね、コンテンツってどん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 できていくと思うんですよ。そしてこっちのコンテンツとこっちのコンテンツ、元は同じなのに全然見る角度が違うと他のものができてしまうってことがね、また新しい調和を生むんではないかなと思いますし、吉田さんもね、ドラッカー、ああいうのを見ていろいろ感じたことを話されてますけども、違う感じ方もあるはずなんですよね。ということは、もともとは同じなのに全く違う方向に思考の旅をする方っていうのがいて、まあ、人類っていうのはね、本当に100人いたら100通り、10人トイロとは言うけれども、1億トイロみたいな感じですよね。新しいことわざ作らないと間に合わないぐらいになってます。さあ、それでね、私ね、この iPhone ってものだけをスマートフォンとして使ってますけども、この iPhone に関しましてもね、いろんな説があるわけですよ。なんていうんですかね、中国で作られたカメラには監視機能がついていて、夜中でもね、録音とか録画されて、それがインターネットに載って、送られているとね、秘密のエージェント送られているとか、で、私たちはもう監視されているっていう考え方もあります。で、この監視されているって考え方について、私もちょっとね、私なりの解釈を話して今回終わろうと思うんですけども、よくね、監視されているっていう人いますけども、監視する方の立場になったらどんだけ大変なことかなんですよ。昔 CIA っていうのがありました。 CIA は日本の重要人物にエージェントを送り込んでずっと24時間体制で監視してたらしいんですけども、まあ、そのね、監視体制に入るその予算と人事的なすごく負担っていうのが問題になって、今はね、とてもじゃないけどやってられないってことになったんですよ。というのがね、一人の人を監視するのに、この人24時間生きてるじゃないですか。いつどんなことをやるかわからないのを、こう3人のエージェントで監視してるんですよ。それこそね、8時間交代で3人で1人を見てるんですよ。そうすると1人をスパイ活動するのに3人かかるわけですから、じゃあこれが1万人を監視しようと思ったらね、3万人の人間がいるんですよ。そうなると3万人の人間がいるだけではなくて、この3万人から得た情報を精査する人っていうのが、このね、広報勤務っていうんですけども、こちらの方がね、またね、3万人必要なんですよ。ということで、1万人をこう監視しようと思うとね、やっぱ10万人ぐらいの人手がいるんですよ。
そうなるととても不可能だということで、もうねやめてしまったらしいですけどね。で今カメラの時代になって人間じゃなくてカメラでやればいいじゃないかっていうけども、カメラを見るのはね1時間の撮影した動画を見るのに1時間かかるわけなんですよ。まあ倍速とかで撮影何ですかね、監視すると思いますけど、再生すると思いますけども、それにしてもねヘドヘドですよ。だからこうなってくると人を監視するっていうのはね相当なエネルギーなんで、まあ自分は監視されてると思う人は思う人いると思いますけども、まあ監視する方としてはねとてもじゃないけど重労働なんで発狂しそうだということでございます。あと見逃しも多いですしね、要するに一人の人を監視するときに見落としがあった場合、その見落としをチェックするサブチェックマンっていうのがねいればいいんですけど、いないんですよね。まあ、ですからちょっとうとうとと居眠りした時に大事なこと言ってたら、なんだっけみたいな感じでもうそれ過ぎてしまうとかね、すごく大変らしいですよ。だから CIA が日本人を監視してるっていうね都市伝説ありますけども、まあ監視してるかもしれませんけども相当大変な思いをして監視してますんで、まあ監視されてる方はねどちらかというと楽なんじゃないかなと思ってますね。ということでね、まあ、いろんなところからコンテンツができたりとか興味好奇心をそそるようなストーリーっていうのがありますんで、皆さんもね頭柔軟にして他の人が考えていることを肯定してみたらどういうふうな自分は思考になっていくのかっていうことでいろいろと興味を持っていったらどうかなと思います。そういう意味で言うとね、このぶち抜く力っていう本ね、これ全部嘘だろうと思ったら、じゃあどういうふうに論破するかっていうふうなストーリー作るのもこれまた大変ですよ。だって真実ってのはすごく簡単なんですよ、本当のこと書けばいいんで。でも嘘を書くのってのは、しかもこれだけのことを書くのはね相当頭が良くないとできないんですよね。だから正直に生きるのと嘘をついて生きるの、実は嘘をついて生きる方が頭がいい人ってことになってしまうんですよね、残念だから。ということで私はね大バカさんなんで、まあそのまま等身大で発信するしかないかなと思っております。本日は以上です。いってらっしゃい。武者さん運転免許証の更新っていつですか？